ホルースの黒立ては1954年のアメリカ合衆国の映画。ハワード・パイルによる1891年の小説、メン・オブ・アイアンを原作としている。出演はトニー・カー,アーティスなど。本作はユニバーサル・スタジオにてシネマスコープ方式で作られた最初の作品となった。15世紀初頭のイギリス、オいぼれのヘンリー4世に代わり、 オルバン公が政治を取り仕切っていた。ある日、オルバン公の領地クリスビデール住むマイルズとその妹メグは、ふとしたことからマクワース公の元へと送られる。マイルズは、岸褒美習いに、メグはマクワース公の娘、アンの次女となった。マイルズの所属する部隊には、オルバン公の弟で、アンの婚約者でもあるウォルターもおり、何かとマイルズを見下していた。 一方、アンはマイルズと、相思相愛になっていた。やがて、成長したマイルズは、槍の名手ドベルモア・ハクトの午前試合に参加したほか、ついには、騎士の称号を得るまでになった。だが、マクワース公が授けた黒い盾から、マイルズが、かつて反逆罪で処刑された、ホルワース公の一族の生き残りであることが判明する。そして、オルバン公により、 マクワース皇とマイルズは牢屋に入れられる。その夜、マクワース皇の口から、フォルワース皇の一件は冤罪であり、真犯人はオルバン皇であることが判明する。翌日、国王の前に出されたマイルズはオルバン皇との決闘に臨む。オルバン皇は、王位三奪の目的から、自分の手下で城の内外を固め、決闘している間に、ウォルターが、兵に合図して王に迫る。 決闘でマイルズが勝ったところで、すでに城から脱出していたメグとアンが援軍を率いて、城に到着し、反乱軍を打倒した。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。